どうも、ウェルカムプランツこと翔平です。本題へ行く前に、久しぶりに皆さんに本日の一生のお願いがございます。画面下にあります高評価ボタンを押してほしいです。押していただきましたら、以前にもお話ししたかな、 YouTube の動画における低評価の割合についてお話ししたいと思います。それではいきます。3、2、1、ポチッ。 YouTube のこの低評価高評価ってあるじゃないですか。で、高評価の数は表示させるさせない選べて、低評価の数っていうのはどのクリエイターも今表示させられないんです。ただもう動画を作ってる側としては、どれだけ自分の動画に低評価があるかっていうのはもちろん見えるんです。ただ、まあ、結構探さないと見えなくて、自分でもね、調べようと思うとどれだけあるかな、こういう感じか、探しに行かないと低評価の数って見えないんですけど、見えないからこそ皆さんもね、この僕の動画にどれだけ低評価がついてるもんなのか、まあ、気になる方はいないと思うんですけど、一応発表という形で、多肉と緑のマルシェに行ってきたよっていうナバナの里の動画は高評価が148に対して低評価が7っていうのもあればですね、高評価が80に対して低評価が9、割合としては1割超えてるものもあります。でも全体的に言いますと、まあそうですね、1割はないかなっていう、まあ、5% ぐらいで、やっぱり再生が多くてサムネとかで引き付けた動画ほど低評価が多い気がしますね。そもそもの再生数が少ない動画の場合は低評価も高評価も少ないんだけど、より低評価の割合が減ります。以前も言ったんですけどね、 YouTube 的には、まあ、低評価高評価関わらずどちらか押してもらった方がいいらしいんで、皆さんもね、できればどちらか押していただきたいなと思います。そして本題なんですけども、本当はね、ドライガーデンの石というテーマでお送りする予定だったんですけども、ゴールデンウィークなんで今忙しくて、まあ、撮影も編集もできないんで、ドライガーデンの石というテーマは次回以降にお送りするとして、今回の本題は撮影 NG のお店というテーマです。もう一つのチャンネル、アメシャアメ雑ウェルカム TV の方も含めると、趣味家さんを含め20店舗以上の園芸店を、まあ、食レポと称して YouTube 撮影をさせていただいてきました。東は千葉、埼玉、西は京都と、まあ、あんまりね、範囲は広くはないんですけど、これはね、僕のポリシーで、いつも撮影をさせていただく際は事前に撮影の許可は取りません。連絡は絶対にしません。まずは普通にお客さんとして、まあ、立ち寄らせていただいて、買い物を済ませた後で初めて名乗って、まあ、時には名刺を渡して撮影の許可をいただくっていうのが僕のスタイル。いきなり撮らせてなんて言わずに、まずはお客さんになるっていうのが、まあ僕のポリシーなんですけども、20店以上を店舗紹介させていただいたこのチャンネルでも、まあ記憶にある中で3店舗撮影 NG となったお店がございます。で、今回はどうして NG だったのか、そこで何を買ったのかっていうお話をするわけなんですけども、もちろん撮影 NG だったのでこの場で店舗名を出すことはできません。店舗名も仮称するんですけども、話を聞いて、あーそこだろうなって、まあ分かる方もいるかもしれないんですけども、クイズではないのでコメント等で〇〇ですよねなどと、まあ書き込んでいただくのも控えていただきたいなと思います。ちなみに撮影が NG なだけで、口コミ的な感じであの店いいよみたいなのは OK なんですよ。なんなら僕もアガベ好きの方から聞いてお邪魔してるお店がほとんどなんで、あくまでも撮影が NG っていう、まあ理由なんですよ。ただ、まあ3店舗というか、まあ3つ紹介する
3番目のシミカさんはね、まあ、誰にでも教えるってわけにはいかないんですけど、撮影 NG のお店その1、まあ、仮にね A 店舗とします。この A 店舗なんですけども非常に有名なお店でして、インスタグラムもやられてるし、なんなら YouTube もやられてるんですけども、初めてお邪魔した際に商品をまあ買わせていただいた後にレジで、店内の撮影って大丈夫ですかって、まあ、写真はいいよって言われて、動画って難しいですかってまあ聞きましたらば、動画はちょっと NG にしてるんだよねってことで、ご自身で YouTube もやられてるお店だったので、なぜその動画がダメなのかなっていうのが、まあ、純粋に気になって聞いてみたら、ハウスでやられてるお店なんで写真であればやっぱり情報量って少ないじゃないですか。まだ写ってはいけないところが写ることが少ないんだけども、動画になった場合、ハウスゆえにハウスのこの場所に比較的レアなものがあるんだなっていうのがバレちゃうと、やっぱりカッター1本で簡単に盗難に遭ってしまう可能性がある、まあ、過去にそのお店が何かされたとかがちょっとわからないんですけども、セキュリティの観点から動画だけはちょっと NG にしてるんだよねって。ご自身でやられてるやつはもちろんその映ってはいけない、映したくない場所っていうのは映さずにできるけど、僕みたいに外部の人間が上げた時に編集にね一緒に携わるわけでもないので、あーここ映っちゃうとちょっと困るなみたいなのがやはりあるようで、そうか、それはもうこちらももちろんねお願いできないですし、普通に買い物を済ませて、まあ、帰ったっていう感じなんですけども、それが2年近く前のお話で、そもそもあんまり行く場所ではなかったんで、ずっとそれ以来お邪魔する機会なかったけども、1ヶ月ぐらい前にそっち方面に行ったんです。でお邪魔させてもらう機会があって、また純粋に買い物を楽しんだんですけども、そちらの店舗で買わせてもらった戦利品の紹介したいと思います。2年前に買ったのがこちらですね、イシスメンシス。これね今こんな大きいですけど、2年前はこれイシスメンシスなのっていう形の状態でした。購入時のこの特殊な形はどうしてこうなってるんですか、何ですかこのアガペって聞いたら、イシスメンシスが花芽が上がって、で花が咲くのかなと思ったら花じゃなくてアガベが咲いたと。あ、名前わかんないんですけど、なんかシンゴジラのエンディングみたいにアガベの上からアガベ咲いてるのあるじゃないですか、なんで花じゃないんだろうって。なんか花になりかけた途中でイシスメンシスになったっていう株を購入させていただいて、そこからようやくイシスメンシスの形になったんですよ。2年前にそんななんか植物を見たことがなかったんで、ワクワクして、本当にちゃんとしたアガベの形になって、イシスメンシスになって、で大きくなった段階で、これもう下葉の辺から見てもらうと分かるんですけど、永遠と虫にやられてるんですよね。割と下葉の方も傷まみれじゃないですか、で上もこんなんで、もう住んでるよね虫。ただめちゃくちゃ小袋ので、まあ小株取れてるし、思い出のある株なんで、できればこれは切ったりせずって思って、ずっとこの状態、いずれね復活してというか、まあ最初から綺麗な状態を一度も見たことないんですけども、その A 店舗で2年前に購入したのがイシスメンシス、そして1ヶ月ほど前に行ったっていう、再び行った時のやつが、じゃあチタノタです。小雨新白芸っていうのかな、白芸なのかな、まあよくわかんないし、せっかく来たしっていう、まあこのせっかく来たしで買うのが本当良くないんでしょうけど、なんといっても2年ぶりに行ってますから、何か手土産が欲しいで持ってないので探した時に、地上のアガベ、まあ、大体もう持ってるものばかりだったので、初めて聞きました、小雨新白芸と思って購入しました。美白根でずっとまあなんかいまいちだったんですけど、おそらく今これ発根しました。この間ね
引っこ抜いたらポツンって根が出始めたんで、まあ、1ヶ月かかりましたけど発根した。これはまあ久しぶりに行った時に買ったアガベです。で店舗っていうのがセキュリティ面から撮影 NG だったわけで、もしかしたらまあちゃんと説明して撮らせてくださいって、この撮ってはいけない場所とか教えてもらえば今なら撮影させてもらえるかもわかんないんですけども、とりあえず A 店舗はセキュリティ面から撮影 NG のお店でした。続きましては B 店舗です。こちらのお店はちょっと遠くからよく来られてたお客さんが、地元に実はアガベ売ってるっていう、なかなかアガベ界では有名ではないというか、まあほぼほぼ無名に近いのかなっていうお店さんで、その人から教えていただかなかったら多分絶対に行くこともない場所だったんですけども、 B 店舗の近くまで行く用事が去年かな、ちょうど1年ぐらい前ですあったので、かみさんにちょっと時間くれって言ってお邪魔したんです。そしたら園芸店としてはかなり小さいお店で、お花がメインっぽい見た目してるんだけど、店舗に入ったら結構多肉植物があって、その1年前行った B 店舗はサロモニーマグニフィカでしたっけ、あれがすごいあったんです。あとチタノタがいっぱいあって、どれもこれも非常に安くて、ただ行って初めて知ったのが、店舗入る前から撮影はお断りしていますっていう、まあ、もちろんそれは YouTube とかじゃなく単純に個人的に撮る、 SNS に上げるとかじゃなく、こうまあなんか撮影すること自体を良しとしないお店。まあ分かりますよ、僕もね多分知らない人もいると思うんですけど、アメリカン雑貨やってて商品をねバンバン撮る方っていうのが稀にいらっしゃって、まあ、一応このざっくりと店内を撮っていただいたりっていうのはいいんだけど、商品単体をすごい写真撮っちゃうとか、その商品を使ってこう帽子とかかぶって自撮りイエーイっていうのはやっぱり NG。 まあ植物なのでそれを使って自撮りする人なんてまあいないと思うんですけども、そのお店さんは撮影は NG って書いてあって、さらに鉢でアガベ置いてあるじゃないですか、基本的には触らないでくださいと書いてあったんですね。というのもこう回した時にやっぱり隣のアガベと干渉してトゲとかが折れてしまう、広いお店とは言えないながら結構な数のアガベが当時あったので、まあ、そういう理由なのか、この奥にあるアガベも取らないでくださいって、見てみたい方はあの必ず店員にお声掛けください、私たちがやりますのでっていう感じで、アガベのこの正面がもしあるなら、まあ裏とかもなんか見たいじゃないですか。でもそれも言ってくれればやってくれるから、基本的にはまあ手は出さないでほしいっていう感じで、割とね至る所に撮影 NG ですって書いてあったんです。それはもちろんこちらも撮影お願いできないなって思ったんですけども、どうしてもなぜここまで撮影 NG なのかっていうのが気になって気になって、撮らせてくださいじゃないんだけど、なぜ撮影ダメなのですかってレジでね買い物した際に店員の方に聞いてみたんです。そしたらやっぱり今の人は撮影したものをどうするかって基本的に SNS に上げられるじゃないですかと。その店はっきり言って安いんですけども、地元の人に向けてやってるお店なので、 SNS とかで広まっちゃって、なんかこう駐車場も広いわけでもないので、地元の方が利用できなくなると困るというか、重きを置いてるのはその土地の人に売るっていう、そういう商売のスタイルなんで、 SNS はそんなに上げてほしくないなっていう理由でした。セキュリティ面っていうのもあるかもしれないんですけども、あまり広まって欲しくない、自分たちの知らないところで広まってほしくないところということでした。その B 店舗で購入させていただいたのが、1年前に買ったのがこちらのケゴンです。これをねどうだろう、もう7号ぐらいのサイズだったんですけど、それが2キュッパだったんですね。
当時華厳高かったので4号するかしないかの大きさで3000円超えてるのが当たり前だったんで、まあ半額まではいかないんだけどもめちゃくちゃ安かったです。その華厳は今自宅のドライガーデンですくすくと成長してます。当時華厳あの大きさで290%はマジで衝撃でしたね。でそこもですね先月1年ぶりですねもう近くまでいる用事があったんで行ったんです。土平日で大雨が降ってる中結構山奥なんですけどそこに行ったらびっくりしました。たまたま一人いらっしゃった他のお客さんがいて最初他の方の車があるようにも見えなかったんであれ店員さんかなぐらいにしか思ってなかったんですけども、まあ、アガベを見てましたらウェルカムさんですよねって声かけられておー土平日大雨ですよウェルカムさんですよね、まあ、YouTube 見てますっていうよりもうちにもう来てくださったこともあるらしいんですけどまさかのねその店舗で視聴者さんにお会いできるとは思わなかったんですけどもアガベで有名なお店ではないんです。そこはアガベで有名なお店じゃないんで、まあ、僕のこと知ってる人は絶対にいないと思って行ったら、まあ、たまたまいた一人のお客さんが僕のことを知ってたというか、まあ、存じ上げてくれてたというかなんというかなんというかそのお客さんとここ安いですよねなかなかいい店舗ですよねって話をしながらその時に選んだのはこちらですねパラサナです。四国ガーデンのパラサナですね、まあ、パラサナねもう本当に腐るほど持ってるんですけどもこれね白いんですよ。めっちゃ白くない？形も整ってるし白くてこれはこれで多分ね大きくなったらマジでかっこいい。しかもこちらのパラサナなんと1280円です。安っ。本当にね安いしね皆さんにぜひね教えてあげたいって言ってもサイズの割にはアガベの種類があるんだけども結構な距離なのでそれを踏まえるとわざわざ行くというよりも近くに行った時に寄ってほしいお店で華厳もね今回あったんですけど前よりも小さな華厳が前よりも高かったですね、まあ、相場通りになったといえばそんな感じでした。ただこれ確かセールだったとは思うんですけど安くなってるものとかいいものがいっぱいありました。何度も言いますけどね YouTube 上ではこの B 店舗も教えられないんですけども来ていただいた際に、まあ、どこのお店なんですかって あそこですっていうのはできます。 DM コメントではまあちょっとできないんですけども自分たちが SNS をやらないものだから知らないところで広まるのがちょっと、まあ、怖いかなっていうのが撮影 NG の理由でした。最後です。最後は C 店舗、まあ、店舗といってもねここは最後は、趣味家さんですね。お店っちゃお店なんだけど本業が別であってそういうなんかアガベがいっぱい並んでて値段がついてるわけじゃなくて育てながら未生で育てながらこれいくらですかって言ったら、まあ、いくらかなっていうスタイルなんで店舗かって言われるとちょっと難しいんですけども一応まあそんな感じで僕からすると趣味家さんでありお店みたいな感じなんで、まあ、撮影 NG のお店に含めるんですけどもなぜここが撮影 NG かっていうともうね畑について思いました。これは絶対撮ったらあかんねって。未生でいろいろロストラータとかアガベとかヤシとかやられてるんでもう背景分かったらなんとなくあそこかもって分かっちゃうしセキュリティの対策のしようがない。本当に畑にいっぱいロストとかが植わってるんでこれはもうこっちから無理だなと絶対取れないなと思ってまあでも念のためというかダメ元で動画の撮影なんて無理ですよねって聞いたらああちょっとやべえっすねって言ってそこはね趣味家さんなんだけど盗難にもあったことがやっぱあるみたいなので、まあ、こちらからはとてもお願いができないなって。ハウスもあるんですけどロストやし、まあ、その辺の大型のものはやっぱり畑にそのまま綺麗に埋まってる。これはもうセキュリティ的に防犯のしようがない。カメラを置いて精神的に防ぐしかない。でその
お店さんというか、まあ、趣味家さんで買わせていただいたのがこちらの自宅に植えてるロストラータ。まあまあこれ深植えしちゃってるんでそんな大きく見えないんですけども、なんともう幹立ちしてこんだけ歯も長くて立派なロストがまさかの8000円、めちゃ安かったです。もう一個ほんの少し歯が短いのが5000円で、いや5000円でねこんな立派に幹立ちしたロスト買えるんかっていう。でその店舗ではロストだけではなくこのテキサスゾーンにもう地植えしてるんですけども、テキサスゾーンに地植えしたこちらのシャーウィー、これシャーウィーなんですよ。これも未生で購入した時はまあ3分の2ぐらいの大きさ、 70% ぐらいの大きさだったんですけども1500円でした。シャーウィーが1500円。でさらにさらにそこでね僕はね運命のアガベと出会いました。じゃじゃーん、パラサナです。いや見えないですかね、これね心の綺麗な人にしか見えないんですけど、はい、こういうこと言うからね怒られるんですよ。これね僕が無印のパラサナの中で1番2番に気に入ってたんですけども、こないだなんか株元が白いなと思って触ってたらバキンって簡単に折れちゃって、というかもう根腐れなんですかね、根元腐って、もうめちゃくちゃ精神的にやられましたよ。大好きなパラサナが死亡。これ生前なんですけども、めっちゃ青くてめっちゃ白くて虚子もえぐくて、このパラサナをね1500円で購入させていただいて大興奮だったんですけども、まさかのね根腐れというか幸いというか株元に2株小株がついてたんで今そのまま植えてるんですよ。なんで2年ぐらいしたらやつが復活してきてくれるんじゃないかとは思ってるんですけども、いやショックですね。この3番目に紹介した趣味家さんのまあ C 店舗は、これはね本当にセキュリティ面を考えると、初めて会った方にどこですかって言われてお教えすることはできません。僕も信頼できる方から教えていただいて、その趣味家さんに初めて会った際にやっぱ聞かれました、どなたからうちを知りました、紹介されました。やっぱりそのセキュリティ面から誰から広まったのかは気にされてるような気がしたので、僕もね申し訳ないんですけどこの C 店舗っていうところだけは簡単にはちょっと教えれないですね。僕が何度かお会いして信頼できるなと思ったら大丈夫だな、じゃあお教えしますって、でその人にもやっぱりなるべく他の方にも教えない方がいいと思いますっていう形でやってます。まあね撮影 NG とはこういうことなんじゃないかと思うんですけども、ここまでお店側から NG っていうのがテーマだったんですけども、最後にちょっとね、まあ、捉え方によっちゃっていうのは炎上覚悟で言いますと、僕が撮影をさせてもらわないっていう選択肢をチョイスしたお店もあります。アガベが多いと思ってお邪魔したら、まあ、少なかった、もしくはあっても相場よりも高いなっていうお店だったりする。このパターンは普通に自分はお客さんとして利用させてもらうだけですね、まあ、それが本来普通ですし、やっぱりね YouTube で紹介させてもらってその動画を見てくれた方が行った場合に、まあ、アガベの種類が少なかったり高かったりするとやっぱりまあ、おすすめはできないかなみたいな。近所の JA にもね毎回ワントレー分くらいのアガベがあるんですけど、入れ替えの動きが少ないんですね。なくなって初めて入るのでもう3年ぐらい前からあるんじゃないかっていうアガベもずっとある。入れ替えがねそんなにないですし、 YouTube で紹介してもなみたいな、まあ本当にね何を偉そうに言ってんだこいつはって話ですよ。本当に偉そうだなって、僕こいつ偉そうだなと思います。でも、まあ、インスタのストーリーとかでねさささってちょっと紹介させてもらうこともあるんですけども、まだまだ行きたいお店ね山ほど星の数ほどあるので、今後も園芸店食レポ頑張っていきたいと思います。この動画が良いなと思いましたら高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。以上ウェルカムでした。